壁の塗装だったら、はい、マクの章がついてるんで、はい、すごい見えてる見えてる。おはようございます。おはようございます。今日は、点検の様子をご紹介していきたいと思います。今日3ヶ月ですかね。3ヶ月点検です。結構綺麗なんですけど、初期不良とか不具合ないか、工事終わってからなんか気になるところがないかっていうのもちょっとヒアリングしながら見ていきたいと思います。お願いします。施工が終わって1回目の点検ですよね。そうですね。3ヶ月だとどの辺を見ていくんですか。まず壁全体の剥がれがないかとか、はい、塗り残しがないかとか、壁自体はそんな感じで見てきます。今回雨どい交換したんで、はい、雨どいの外れがないかとか、この辺見てきます。あと屋根ですね。カバー工法って言って上からかぶせた屋根なんですけど、はい、それの外れがないかとか、そういったのちょっと見てきます。はい、はい、ドローンですか。じゃあドローンで見てきます。おお、かっこいい。結構施工終わってから3ヶ月ってすぐじゃないですか。はい、なんかそのすぐ来るのにも理由があるんですか。工事完了してから気づかなかったけど、後から気づいたこととか、あと塗装が剥がれたりとか、初期不良がだいたい早めに出てくるんで、あ、そうなんです。そういったのがないか見てみます。だから早めに来るんですね。そうです。この点超かっこいいですね。これ誰が提案したんですか。おし、スミとか、はい、幹部とか。作業しにくいところで不具合出やすい。あ、終わったばっかりの頃も来ましたけど、なんか色も変わらずずっとなんか綺麗ですね。そうですね。故障とかが出てるんですよね。はい、どういったところに出てるんですか。壁の塗装だったら塗膜の故障がついてるんで、はい、塗装がこう剥がれてたりとか、変態色って言って黒が塗ったのになんか緑色になっちゃったとか、へー、こういうので塗ってもなんか所々こう白くまだらになっちゃったとか、うん、故障内なんで、そういった不具合があったら、はい、故障対象で直してます。あ、すぐに直しに来ちゃうんですね。はい、今日お客様こう一緒に見てくれてるんですけど、はい、点検の時って一緒に見られる方多いんですか。多いです。多いです。皆さん気になりますよね。はい、壁 OK ですか。OK、 異常なし。はい、屋根いっちゃいますか。屋根いっちゃいます。皆さん大体ドローンで。ドローンで大体いけますね。今もう現状もドローンですもんね。そうですね。屋根登らなくて、はい、いいので、あ、いける。お願いします。わあ、モニター見せてください。すごい見えてる見えてる。あ、もうローバッテリーになっちゃった。嘘でしょ。屋根はどの辺を見てるんですか。胸の浮きと屋根の外れがないかっていうのを。あ、なるほど。機材とか、はい、ドローンでも結構しっかり見えますね。そうですね。いいですか。秘密兵器、風が強い日とかに使うポールカメラが出てきました。しっかり見えますね。どうですか状態。全然綺麗。全然綺麗。外れもなし。おお、こんな感じで点検していきます。先週さんもお気に入りの日が当たった時のパール感です。綺麗ですね。キラキラして。そうだろう。異常なしでした。異常なしです。はい、台風来ても安心な屋根ですか。安心な屋根です。わお、これで点検おしまいですか。おしまいです。おしまい。どうですか点検。3ヶ月だから全然安心してるんですけど、はい、でもこうやって来ていただいてものすごく安心しました。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。今日の結果を報告書にまとめてます。いい人でしたね。蚊が入ってきてる。この後はまた定期的に行くんですかね。3ヶ月点検と1年点検、うん、2年点検、3年点検、その後に保証が切れるタイミングで10年とか、で行きますね。しっかり見ていく感じですね。そうですね。初期不良最初の3年と保証が切れるタイミングで最後どういう状態になってるかっていうのと、うんうん、大丈夫そうだったら大丈夫で、保証が必要だったら保証の費用をちょっと出してっていう感じで、はい、ずっとお付き合いしていきたいなと思ってます。自分たちが提案したのが、はい、しっかりお家を守れてるかっていうのにこう、あ、そうです ね、それで安心を届けられたらいいなと思ってます。なんですか今のは。でもずっと関わっていけるの嬉しいですね。そうですよね。なんか今もお茶とか出してもらったりして。満腹ですよ。実家みたいになってきてますね。いつまでも仲良くしてくれてるんで皆さん。そうですね。ありがたいですね。じゃあ次はまた1年点検でお会いしましょう。はいはい、そうですね。お疲れ様です。です。安全運転でお願いします。はい。はい。